午後0時半ちょうどにスタートしました19回目の全国男子駅伝。途中でいきなりの転倒もありました。1区ラストスパート、福岡見事な堀のラストスパート。しかしその後たすき渡しの時に転倒もありました。その後2区に入って、まあ中学生の見事な走りも見えましたね。そうですね、はい。そこからポーンとこの中学生の肩などを叩きながら一般ランナーがスタートしていきます。そしてここで初めてトップに立ったのが長野の上野。しかしその脇でも快走があった設楽啓太、埼玉がいました。4区に入ってからは神奈川の頑張りがありました。見事でした。そうですね、いいところまで行ったんですけどね、はい。それから宮崎の頑張りもあって5区へ。先頭グループを埼玉、さらには長野など、とにかく数多くの選手たちが前を追う形になりました。6区では長崎がトップをキープ、長野は3位でたすき渡しとなりました。いい意味での想定外ですね。本当そういうことになりましたね、はい。そして最終7区長崎トップでたすき渡し、長野は3番目でたすきを渡しました。そして平和大通りに入ってすぐ新小岩橋ですぐにもう長野の矢野が前に出ます。埼玉の服部もトップを追いますが、途中で総さん、あの走り方はそうですね、もう追い切れなかったというところですね、このままフィニッシュを迎えました。長野矢野の大きな派手なアクションの優勝シーンとなりました。